うん、中岡復活、当然中岡復活、ありがとう中岡復活、聞こえるよ、ありがとう中岡復活、うん、中岡大復活、もう正常値、あっさり戻りやがったな。まあ、痛風なんてちょろいもんだな。痛風なんてちょろいもんだな。ああ、中岡先生、相手にやんねえよ。中岡復活、おお、中岡大復活、何その復活推し。なんかあるの？復活したなと思ってさ、うん、今年明けて1月すぐに痛風ベイベーになり、うん、そう、あ、痛くて歩けなくなり、約2ヶ月だ、うん、それから2月3月と経つね。今年はたった2ヶ月で、うん、尿酸値 10.0 から10.01、01から10.1か、うん、ごめんごめん、 6.1 に戻すという、うん、今ね大快挙、うん、中岡復活、むしろ復活というか前よりも良くなったよね。復活っていうか、なんか逆になんだか健康になったとか強くなったような、うん、ま、尿酸値の値だけでいけば、うん、確実に全盛期の時よりも低いだろう。どうせ全盛期も9とかだろう、うん、いや全盛期で引っかかってはいないから。あ、そうなんだ。多分ね 7.5 とか 7.5 って引っかかんないんだね。確か7、その正常値が3から 7.8 って書いてあるから、あ、結構正常値のギリギリ際を走ってたはずなんだよ。じゃあもうなんか中央値みたいな、うん、これ裏返ったね。逆に痛風で尿酸、ね、中岡の尿酸値が裏返ってなんでも、うん、その飲んでる薬も、うん、尿酸値を下げる薬ではなく、ない、そう、下げるじゃなくて、ただただ尿酸を増やさない薬、作りにくくする、超浸水のさらの先の、うん、みたいなあるんだ。そうね、あの、うん、浸水のさらの先は超浸水まだ使ってないよと、うん、そう、大腸老さんはまだいるから、うん、まだカロンのところで1個は外しただけですと。私は、うん、全然まだまだ神様のもう一杯いけるなと。神様行ってナメック星行ってまで行く。またね、最長もう一回直せるかもしれない。あるある、尿酸値一回ゼロに戻す薬とかね、うん、どんな薬。もうもうもう、今回はさ、うん、じゃ あ医療費いくらかかったの直すのに。ね、薬代ってこれいくらすんの。薬はね、うん、3週間とか4週間分で800円いかないぐらい。安っ。でもあの薬効あんのかね。ちゃんとあるよ。あれか、なんか安いやつか、僕も頼んでる。ジェネリック。そう、ジェネリック薬品か。うん、ジェネリックにもしてる。にしてもさ、1ヶ月800円でさ、うん、尿酸値であるんなら、もうサプリ代わりに、僕のサプリより高いぞ。そうでしょうよ。僕のエビオス錠2000錠でさ、2000超えるけど。うん、だって、市販薬でしょ。1ヶ月で飲むからな、こっち。検査代は？検査代がね、あの、血液検査とかがあるから、うん、まあ、それでも2、3000円ぐらい。2、3000円だって。1回ね。それが2回だから、まあ、4000、5000。1ヶ月に1回とかでしょ。うん。まあ、そんなもんだ。俺薬飲んでるから脳ダメみたいな思考やめようぜ。でもだって低くなってるから、うん、うん、なんか羨ましいのか。下がって脳ダメみたいなって羨ましいんだな、きっとな。くっさーとか思ってたら飲みてーとか思ってんだな。分かった、尿酸値が下がるのは分かった、うん、患者体重はどうなったのこの2ヶ月で。変わった。1キロくらい下がったかな。今持ってきていいの。今ダメよ。なんで毎回持ってくるんだ。ここの体重計壊れてるからダメさ。壊れてはないって。壊れてるって。ちゃんと出るって。こないだ測って、うん、76.8 だったんだよ。嘘こけよ。あ、これ 86.8 よ。息を吸うように嘘つくな。悪い悪い。10キロサバ読んじゃった。なんでサバ読みすんだろう。いや90だな、見た感じは。そんなことない。いや、見た感じ、うち下がるはずないしな。でも、食べ物はね、気にしてるからな、うん、気にしてんの、うん、でも次のスライド、さっきチラッと見たけどさ次お祝い行ってるよね。いや、6.1 まで。ささやかなって書いてる。ささやかではないよな、うん、6.1 まで下がったんだから。1回ぐらいさ。言っていい、うん、チャーシュー入れすぎじゃないこの店。いや、だってここのチャーシューうまいんだもん。260円で3枚隠れちゃってるよ。結構分厚くてね、汁残るかなこれ。チャーシューに吸われて。分厚いしでかすぎないか。うめんだここのチャーシューは。食べきゃ、これ半分にしてほしいな僕。チャーシュー縦に食い、なんで？だ、口に入んないじゃん、油つくじゃん、でかすぎて。それをこう噛みちぎって、うん、あ、また汁につけて、あ、まあ、こう噛んだところに汁がつく。そう、これもワイルド系爆食ラーメンか。そこがうめんだよ必殺。でもこれ上に乗ってるのね、うん、ほぼもやしだから。
ほぼ、だ肉だよ、うん、ほぼ。肉の下がね、もやしなんだよ。あ、もやしなんだ。そう。ふー。意外とヘルシーなんだ。ヘルシーもやしだからな。ヘルシーか。スープは飲んだんですか？飲んでない。ここはもともとちょっとドロドロ系のスープで、飲むにはちょっと濃いめなんだよね。だ元からあまり飲まないところだけど。つけ麺みたいな感じの濃いめのやつ飲んでんの？いや、そこまでドロじゃないんだよね。おなんか中間のすごいここでしか食えないようなラーメンなんだよ、うん、いいのかい、ここでささやかなお祝いで終わらせてしまっても山岡屋に行きたくはないのかい、うん、山岡屋はもう回帰祝いといえばじゃないの、もうだから次の血液検査の結果で、うん、もう大丈夫ですねって言われたら行きたいなと。そう、ね、この前もね、うん、K さんと大久保さんと話して、うん、まあ中ちゃんの会期祝いなんかしましょうかみたいな話をちょっとしたんだよね。おお、ありがたいね。やっぱり山岡屋かみたいな話が出てたけど、うん、本人的には、うん、どないだもんやん。山岡屋行きたいよ。お、山岡屋にする会期祝いでみんなで山岡屋行くの別にいいじゃん。もっとなんかあるだろ。もっとなんかあったやつ。山岡屋大好きなんでしょ。大好きよ。いや山岡屋はなんか山岡屋は個人的にほら行けるから一人で落ちたな。山岡屋もっとなんかあるだろうみたいに言われて思わなかったな。まあまあ楽しい。いやほらみんなで会期祝いだいわーいって行くんだったらまたシュラスコ行くとかさ。シュラスコまた行くんか。そういうのでもいいかなっていうね。何が食いたいの今か、うん、今ステーキ食いたいな , 笑いすぎだろステーキな、うん、じゃあビクトリア行こうや。え、ビクトリア、なんでだよなんで僕の金で出すけど、なんかいきなりさ、ね、経済飯のレベル上げてくんの3つ上がるよな。うん、ティーボーンステーキとか食いたいな。ティーボーンステーキ、うん、1万1万ぐらいするんだよ。どこで食べんだろうな。わかんない。すすきのにあったよな、いきなりステーキ。まだあんのかな。あれあるはずよ。だって潰れないよね、そんな感じ。大通りの近くにもあるよね。それは見たことないけど、あ、うん、いや、あると思うよ。あるよ。あったらいいな。行こう。うん、まあいいんじゃない、行こうや。うん、まあでもラーメンこれしか食ってないからね。他に外食ほとんどしてないし。はい。何いや、別に。ささやかなっつってる。治ってよかっただろう。うん。産地は下がったんだから、まあ5週間後にまた見に行って。うん、はい。尿酸値が。どこまで下がってるか、まあ、まあ下がって薬やめるんだろう。その後やめてまた多分少し経ってから再検査してとか、うん、そんな感じを続けるんだと思うわ、うん、でもさ、パッと見顔の油なくなったよねいつも顔から油が染み出してさいやいや、それどういうこと。放送中も、うん、モニターの光で顔テカって反射してたけど、はい、いや最近の中ちゃんって、うん、放送してる時に見ても、うん、なんか明かり足りないなって思うことが多くなったのさだからテカってないの、要するに。俺今までどんな人だったの。今までだから光いらずだったのよ僕んち。中岡に全部か、はい、全反射してるから。ベタベタだったの。そう。でもなんか油なくなったから全然光なくなったわ顔から。それ喜んでいいのかな僕的には 赤ってた方がよかった。だよな俺のキャラ的にも明かりは少し足りなくなったよな家から。うん、暗くなってよ僕んち。俺のせいにされても困るんだよ君のまたどうせ食うんでしょ。わかんないよ。どうせまた飯食ってまただから光出すよ、うん、人間ライターになるよ